7月23日火曜日、全国の天気をお伝えします。西東日本中心に今日も厳しい暑さとなります。西東日本は高気圧圏内で夏空が広がります。ただ日中の気温は危険な暑さとなり、体温を超えるような暑さとなるところもありますので、しっかりと熱中症対策をしてお過ごしください。また午後は内陸部山沿いを中心に天気の急な変化に注意が必要です。雷雨となる恐れもあり、突風を伴う恐れもあります。荒れた天気の無理な外出は控えるようにしてください。北日本も前線の影響で次第に雨の範囲が拡大します。ざっと強まったり雷を伴ったりする恐れもありますので、外出の際に雨が降っていなくても雨具をご用意ください。また南西諸島は台風3号の影響が次第に拡大します。風も強まりますので、風への対策というのも早めの時間に済ませるようにしてください。また雨の降る時間もだんだんと長くなります。夜は荒れた天気と先島諸島ではなるため、外出は控えるようにしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。